はい、ただいまやっていきましょう。で、多少変えました。兵種ですね。で、アイテム見たら大体揃っていたので、転職させました。転職試験させていろいろ取りました。で、言った通り魔導士、修道士か、修道士だと魔力プラスしか入れないということなので、まああんま意味ないかなというところで、マリアンド以外はね、というところで、ちょっと取ったやつに変えました。全部、ローレンツが兵士ですね。で、リスティアが戦士ですね。剣士か、剣がプラスになると。で、ヒルダちゃんが、ヒルちゃんも、戦士か、斧とか指とか拳とかが、プラス1になって拳を見てこれにしました。はい。で、レオニーも同様に拳を鍛えました。いい感じですね。やっとまとも、最低限のまともな回復技を覚えたんで、少しずつ拳を鍛えていける。そこを悪い集団にやっとなっていけるなという。チンピラ集団になっていけるなっていう気がしますね。はい。楽しいですね。やっていけるかわかんないけど。で、もう一個が、武器ですね。お金もあまり使わなかったので、鍛冶屋行って強化してきました。まあ、素材がちょっともったいないかなっていうのはあったんですけど、下ですね。鋼の剣プラス。で、リスティアも鋼の剣プラスというので、2人プラスにしときましたというところですね。耐久度も回復したんで、強化したら、マックスまで。それでいいかなって、修復しなくても強化すればいいかなっていう感じですね。じゃあ出撃しましょう。さて、クエストか。この2つか。6か。あ、じゃあなんかフリーより余裕やん。余裕やん。本当にそうかな。与えられた任務に取り組む。改めて自分規定された選手。あ、こっちじゃない。こっちの方がいいね。新しい商人が来てくれた方がいいんで、これに行きましょう。はい。セーブね。はい、セーブ。地形ね。そうだね。これ地形大事だよね。地形でかなり変わるからね。30% 回避とかいうのをやってくると、だいぶ違うんで、地形、地の利は利用していきたいね。強引に当てるのが必要な時もあるけどね、数増して。よし、行こう。航路を塞ぐ族。よし。はい、じゃあ、クリアパートまで、クリア後まで、カットでございます。はい。途中の結果を見たい方は、投稿目から、飛んでください。あればですけどね、最近一発だからね、俺。慣れてきたからね、多分。はい、じゃあ、カットです。はい。Xboard R15。はい、じゃあ1回目ですね。やりましょう。マップ配置ね。まずは敵の状況を。斧、魔法。近接、指。なるほどね。遠距離はそんなにない。なるほど。よしよし。魔法ね。ってことは、クロードをここら辺に忍ばせる方がいいか。で、あ、ペトラちゃんいるのか。で、リシティアは下がろう。これが前に出る。レオニーは前でいいかな。ヒルダちゃん HP 高いんだけどね。で、リシティアこの位置。まあ、こんなもんか。こんなもんでいいか。魔法が高い組が下にいた方がいいか。ペトラちゃんどう？うわ、きついな。低いな。上に行こう。レオニーも低いけど、ヒルダちゃんと同等だもんな。うん、レオニーは守備力高いんで、これでいいでしょ。じゃあこれでいこう。オッケー。んで、副官ってどうなってんのこれ。副官設定。あ、あの人帰っちゃうのか。一回で。そっか。毎回連れてこないとね、副官。じゃあ。そっかそっか。そういう感じね。なるほど。じゃあセーブしよう。今度から一人は誘拐してくることにしましょう。ネット上から。はい。はい、オッケー。さあ、行くぜ。宝物ってあるんだっけ？これ宝物ってこのページに映るね。ないね。あそこで死んでる。ここで死んでる。ここ死んでる。上方面で死んでる人が多いね。死んでる人が多い方に行くのが正しいのか、ぼちぼち動く、違う気がするけど。魔法。
ここに入るか。俺焦らず戦おう。3人一度はきつい。これで1人か。ここね。なんか俺すごい剣持ってる。え、これ天帝剣持ってる俺。ちょっと天帝、え、なんか反撃使うの。耐久度も大丈夫。僕の出番のようだな。大丈夫かな。で、私ですか。ヒルダちゃん来てないね。オッケー。ヒルダちゃんを隣に置くことによって反撃を上げる。さあどうするんだ。レオニアもここでいい。私に任せてください。リスティアここ。マリアンズはちょっと後ろめ。ペトラちゃんもここ。奇襲。オッケー。有利思います。奇襲有利。いや、そうでもないんだよ。奇襲有利でもないんだよ。ペトラちゃん、お前は戦いが分かってない。そうでもないんだよ。結構町だからね、うち、うん、町のヒルドクラスで町の姿勢が多いからね。で、黒魔法か。じゃあもうこうだよな。どうしよう、減らせるね。 90% いけるでしょう。ほらよっと。 OKOK。 あ、アーチャーだったらなんか射程プラス1ってなったから1個後ろでもよかったもん。ヒルダちゃんに経験値を上げたいが大丈夫かこれ。まあ大丈夫か。プラス使うほどではないな。うん、普通に攻撃でもいけるか。81、まあいけるでしょう。こういう油断が危ないか。 OK。 あ、弱い私に負けちゃう。あ、オッケーじゃねえよ。誰を攻撃してるんだ。ヒルダー、ヒルダー、攻撃する人違う。ヒルダー、レオニー、お前の力を見せてくれ。もう戦技だ。え、マジ、こっちか。もうやる方向、もうお茶目さん。はい、オッケー。ここで手こずってる場合じゃないんだ。場合じゃないんだよ、本当に。もうで、あ、ヒルダちゃんに来るのね。うん、なん 12×2? 強っ。何こいつ。リスティア、待って、リスティアに来る。この危ねえか。リスティア、あれ攻撃できないよ、リスティア。なんで、なんであるよね。破壊の剣装備しちゃってるから。え、リスティアできないの。え、マリアンヌはできる。マリアンヌに来るけど、マリアンヌはさすがに視力低いから無理だろ。もう俺が移動するか。はい。え、なんかいろいろ違ってきたな。まずいったな。なんかいつもと違う感じになってきた。紋章、オッケー。紋章は後発動がいいんだけど。でマリアンヌでいっか。じゃあ後ろから撃とう。はい、ディザイアキャッパー。いいよ。負けられないので。オッケー、負けられないね。ペトラー、あ、これあれか、あの時の逆マップか。カトリーヌさんボコボコカトリーヌさんタンク事件の時の親父のとこ、おじいちゃんとこのマップからなのか。なるほどな。でお前は来るのね。はいはいはい。うわ、森の中入られたな。上のやつは無視よ。無視して離れよ。森がめんどくさいから。こっからクロード。あ、いけるね。やっぱ距離長くなってるね。うわ、これ嬉しいな。そんなにそんなにヒルダちゃん大好きなの、お前ら。もう。いけない。あー、剣士に転職したからかな。なんかそういうのあんのかな。まだ分かりきってないな、システムが。いや、マリアンヌはきつい。どれを倒すかな。どれ倒しても同じなんだけど。12、12、そこね。一番端のを倒すか。一番端のを倒すか。そうだな、端のを倒すか。なんでクロードと俺で走るのを倒すか。75、もうちょい近づいていいだろう。95、
くつまでいくと100 OK。 あ、逃しちゃった、はい、で俺で倒す。で俺は普通の剣でいいよね。ただ、はい、いい勝負ができた。 OK。 あ、プラス C があるのか、なんか覚えたね。で、レオニーは男がいないな。この位置だと届かないし、待ってないもんね。じゃあ逆にヒルダちゃんが近づいて、あ、ヒルダちゃんも使えなくなってる。うーわー、そうなるのか。装備の問題なのかな。あ、できない。うわー、きついな。遠距離技覚えてた。うーわ、まだなんかあんのか。うわ、これきついな。そうなると一気にきつくなったな。上の剣士倒すか。戦技47か、きついな。契約85。甘く見るなよ。でこいつはこれで動けなくなるから、行動不能になるから、これでこっちに来るのは減ったよね。その代わり、そうだよね。で、後ろに、ナスがいるから、かかってる。で、別々か。分散はできた。いや、違うな。HP 減ったらヒルダーに来るな。この感じだと。あー。ヒルダちゃんを進めて、この位置はきついな。マリアンヌとヒルダちゃんのコンボでいけるか。あー、リスティア、そうだね、直でいけるのってこの二人だから。ちょっと待って、戦技でスマッシュプラスオノ、本気でやると 100% の13残り。こっちが13減らしてくれればいいんだが、14、いいね。 OK、 リーズパターンいける。 OK、 OK、 でヒルダちゃんで、戦技でプラスで、あれ、あ、こっちか。 OK、 OK、 いいよね。はい、で OK、 反撃受けない。まあ、反撃されないけど、ヒルダちゃんの勝ち。あー、ヒルダちゃんの勝ち。なんかすごい重戦士みたいになったね。なんか、あ、ここで回せるの。あ、マジ胸の強調された感じになっちゃったな。はい、で、ペトラね。ペトラって何ができるの。何もできない。あー、リスティアを進めとくか。はい、でヒルダに来るかな。ヒルダちゃんに、そうだよね。反撃、オッケー。うん。ああ、斧が上がった。オッケー、オッケー。あはん、あはん。オッケー。見切った。で、見切って、そして反撃。見切られる。それも見切る。オッケー。何事も起こらなかった。あ、集まってきてんな。やばいな。リスティアがちょこっと経験値をくすねにいって。めっちゃもらうね。はい、で、ヒルダちゃんは危ないから、俺が普通に倒す。 OK、 いい、これでいいだろ。 OK、 ヒルダちゃんは下がる。進みたいんですけど、この位置まで下がろう。で持ち物で傷薬。どうするかな。この位置は狙われてないのか。クロード、この位置にクロードでできるんだよね。そうだよね、なんなら上もできるのか。
75、まあ、減らしとくか。反撃で倒せる範囲にしとこう。はい、当たれ。オッケー、そして回復もできる。オッケー、いやアーチャーいいな、めっちゃ距離稼げるし。ペトラカバーに入ってくれ。倒せるか。ペトラどれくらいいける。58、反撃もらう。行ってみよう。ダメだったら割り当てない。あーダメか。いける。計略95、いけるか。助力です。オッケー、行こう。こういう手もある。こういう手がある。連携計略。オッケー、動けなくなる。ここに移動して、あれライブラ、あれなんかお前ら魔法使えなくなってね。戦士あれ魔法とかって使えなくなるのこれ、所持してんのにな。あなんで、うわなんで、うーきついなこれ。攻撃80を倒す。OK、 待って、うわ今までと違ってなんか動きがうまく出せなくなっちゃった、このせいで。なんだこれ、どういうことだ。まだ俺の分からない、知らないシステムがある。うん、で来るよね。いや、あ、ナイスした、ナイスだ。あ、反撃は倒せないか、まあ仕方ない。でもよくやった。俺に来るとはいい度胸だ。死にたいようだな。OK、 うわなんかみんな回復使えると思って前提で動いてるから、回復使えないってなるときついな。弓兵倒すか。弓兵うざったいな。 OK、 69いけるか。黒の頼むぞ。 OK、 OK、クロードの攻撃範囲が広がったのはかなり強いな。ペトラに来るな。俺に来る分には問題ないから、俺がやっぱここでまだ出張るか。マリアンヌに行こうとしてる。行こうかな。はい、OK、この経験は糧になる。経験値1しかくれない。で、とりあえず何はともあれ一旦離れさせてリシティアを。そうだね。でマリアンヌも一旦離れよう。離れて、え、その距離で届くのかお前。あ、違う、ここのやつか。じゃあいいや、ナスで一回減らして96。我ながら見事だ。でナスと、ま、あマリアンヌか。マリアンヌ一回耐えるか。どれくらい与えてくる。24、6の12。うん、マリアンヌ一回耐えるか。俺にも来るのか。一回耐えるか。でどっちだ。リシティアか。リシティアの方が危ないな。すみません。あ、回復量増えてるね、微妙に1増えてる。なるほどね。で一応レオに移動しておいて、ペトラも予測が動ける範囲。私ですか。来るよね、来ることになっちゃうから。はいはいはい、まあ、分散してるからいいでしょう。それでまず分散通りに HP が減ると違う動きするんだよな。それが厄介なんだよな。俺に来る分にはいい。ほらや、あ、しかも紋章発動したからノーダメだわ。ナスか。おし、ナス強いね。相手よりダメージ与えてる、反撃で。オッケー。で、マリアンヌか。
上何だから何を食らってんのあれ、追い打ちみたいなの食らってるよね。何なんだろうね、よくあるけど。あ、毒蛇みたいのがある。これ自分が攻撃して命中したとき戦闘後相手の HP、 あーそういうことか、毒蛇みたいのがあんのか。なるほどな。レオニーって、あ、契約ないのか。ヒルダちゃんの契約って横だっけ。さてか、とりあえず俺が、倒すか。いいよね、はい、これでいいよね、これでいいだろ。俺にばっか経験値入っちゃうのだけが本当は避けたいんだけど。いいよね、OK、さすがは僕だな。で、マリアンヌ8、キルダちゃんいくか。戦技いいよね。おお、面白い、反撃もいいか。オッケー、反撃されないけどね。もう本気出しちゃったじゃない。で、主よ、お守りください。兵力で回復できるんだよね、結構広範囲に。そう考えるとペトラちゃんをここに移動して、この位置で、あ、そうなるのか、回復する相手がいなくなるのか。レオに行って魔法、うわ使えない、きついな。回復って誰のこと言ってる。あ、リブローか、持ち物、傷薬、うわきついな。お互いに援護し合ってきてたのに、こうなるときついな。クロードか、あと3人か、割と早いな、割と簡単だなこれ。じゃクロード、あ、でもクロードはダメだ、クロードは遠くから攻撃を当てる役目があるから。ほい、これぞ、ほい、で、俺がここに出るか。ほい、いるかな、この古指シリーズとか拾ったところでって気がしてるんだけど。で、こうして、こうして、気をつけて進まないと。経力、これでみんな回復する。リスティア食らってる、食らってないね。じゃあこれでいこう。経力みんな回復、歌ってくれマリアンヌ、共鳴魔法シル、ありがとう。これでみんな回復する。おーし、いいね、いいなこれ。で、どうする。これにばっか来るのはちょっときついか。かといって前に出るときついな。クロード減らしてくれ。 OK、 減らしてくれ。そうすれば俺も一発で反撃で倒せるから。 OK、 レオニーは上を拾いに行く。リスティアかな、そうかな、はい、俺が耐えれるかどうかだな。反撃、オッケー、金塊、ああ倒したわね、金塊は送る、はい、はい、避ける、オッケー、次、はい、はい、あ、いいね、三足そんなに強くね。で、ここね、はい、訓練用のプラス、いらないけどね、あれがあるけど、まあいっか。じゃああとはみんなに欲しい子に経験値を分けよう。ヒルダちゃんの戦技で、戦技じゃなくていいか、91%いいでしょ、はい、ごめん
痛かった？で？リシティア中級職にしたいからここに移動してるの動きできないな。道路使えないもん。行こうか。OK。やるぞ。OK。よーし、全然。自慢にもならない。よかった、全然いけた。はい。航路を塞ぐ族。8段。いや、でも、これで気づいた。魔法、どうなってんの、これ。職業変えたせいかな。装備してなかったせいかな。どっちなんだろうな。そこ、このゲーム説明が少ないところがあるんだよね。うん。いや、割といっぱいチュートリアルを用意してくれてるのは事実なんですけど、それ以上に要素が多すぎて、そこがうまくいってないんだよね。これね、ジャンプできるんだよね。はい、ジャンプ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 。あ、まだ行こうとすんの？これなんか、俺が制御できるのかな？ほい。あー、いや、あ、え、本番だ、やべ。ドゥ、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 ドゥ。花だけ送っとくか。はい、花だけ送っとこう。いや、もう月末か。マジか。おお、見事なものだな。はい。ありがとうございます。これで安心ですね。そうだ、旅の商人が大修道院に来る日は、予定表にも書いてもらえるようにお願いしておきますね。あ、定期的に来るのか、これ。なるほどね。はい。騎士団、騎士団もなんか追加されてんな。出撃準備、資格試験。そういうことなのかな。レオンに転職できるな。レオンにだけ転職させておくな。はい。100% だよね、多分。そうだね、はい。はい、OK。100% なんで飛ばします。たまにステータスアップが来る。頑張ったか。プラスチェンジっていうかな。はい。はい、じゃあちょっとここまでにして、一旦切って、いろいろ確認します。はい。次回、出撃ですね。ありがとうございました。ありがとうねー。